楽な暮らしもいいけれど、こんな暮らしも悪くはないだろう。お金持ちになったらすぐ君とロンドン、パリ、それとも君の欲しいもの。だけど今の二人にはお茶でも飲みながらテレビを見てるのが似合うさ。贅沢な暮らしもいいけれど、贅沢な暮らしもいい。